花嫁姿見られなくて残念だったな。水神討伐の準備随分と慎重だったね。軍動かすの結構大変？いらん心配だ。まあ異国出身の人間なんてって頭固いのもいるからね。ルナフレーナ様には会えた。いや、あの人も食わせ者だな。適当なこと言って、何にせよお兄様としては討伐を急ぎたいだろうけど、俺神話に詳しくてね。海だ。なんかこういう船で旅してみたかったんだよね。インソムニアにいたらなかなかこういう機会はねえからな。どこまで行っても見える水平線、なんかすごいよね。神秘。オルティシエまではたっぷり時間があるからな。好きなだけ感動したらいい。船着いたら他の国なんだよね。ああ、なんだか不思議な気分だ。やっと当初の目的地に着くってわけだ。苦労したよな。だが着いて終わりじゃない。今度は水神なんだっけ。どんな性格の神様なんだろうな。神話では気性が荒いとされているが、相手がどうでもやんねえと。ルナフレーナ様も頑張ってくれてるんだもんね。再会楽しみでしょう。ルナ。うん。まあ無事かどうか確認しねえと。ああ、まずはそこからだな。帝国領だってのがちょっと心配だ。心配って？ルナフレーナ様。ルシス襲撃の目的の一つは指輪だ。相手がルナフレーナ様とはいえ、あの国がどんな手に出るかわからない。指輪がなきゃクリスタルがただの石だからな。ああ、そっか。でもなんで指輪はルナフレーナ様。状況から考えると、王都で陛下が託されたんだろうと思う。ずっと指輪を守りながらオルティシエにか。水神の方も大事だけどな。まずは会って解放してやんねえと。そういえば帝国軍のレイブスだが、あ、彼の腕が義手だったのを覚えているか。ああ、覚えてるぞ。王都襲撃の中で失ったそうだ。だが同時に何か得意な力を手にしたという。しかもだとすりゃ相当なもんな。いきなりテネブライ人が将軍に抜擢されてんだ。力って言ったら正直人とは思えないほどだった。カンナギの一族だからかと思ったけど。それもなくはねえだろうが、だが確かに尋常じゃなかった。あいつにも何かあったってこと。そしてこれはあくまで噂だが、奴は今陛下の剣を携えているらしい。私の？そいつはどういう？王様のお墓と同じってこと？わかんない。だが王家の力と関連はなさそうだ。何より使っている様子はないと。うん。力を手にした割には最小に頭が上がらねえし、その陰で敵の形見を大事に持ち歩く。どういうつもりなんだろう。水神のところにもやっぱり帝国は来るよね。可能性は大いにある。奴らが巨神を襲ったのは六神の力がノクタへ渡るのを防ぐためだ。あの時は先に着いたんだよね。案内があって。あいつどう動くんだろうな。最初の目的はわからない。レイブスと会った時も俺たちを見逃してくれたけど。なんかムカついたけどな。結果として助けられてる気はするが、言うほど善意でもねえって印象だ。We really have to sit here and watch this? Nope. Damn, that whole conversation. I didn't think it was going to take that long. That's why I didn't want to skip it. I thought they had something important to say. ありました。電波入った。一時は
死亡されたという情報も流れていたルナ・フレーナ様ですが、この演説で超認識の襲撃事件以来初めて公の場に姿を見せることとなります。ルナ・フレーナ様の演説らしい。おお、また世界が活気づくわ。ようやくお会いできそうだな。ああ。そこの船、通行証は？え、通行証？慌てんな、ちゃんとある。おり、ずいぶんと古いな。まあいい、行ってよし。あらかじめ準備を。してねえよ、30年前のだ。古いってもそういうことか。まさか通るとはね。そんなもんなのかよ。今度は入国審査？通行証だけじゃねえのか？おい待て、入国の目的は？あっと、シロ、任せた。おい、俺に振んのか？あ、ほれ、あの店だ。マーガ、マーガに行くんだよ。聞いたことのない店だな。つまりあれか、裏の話か。うん、では私に入国税として納めていただこう。額はこのくらいだな。なんで俺がこんな目に。おい、踏んだくられた分の金よこせ。さて、店を探すか。ウィスカムさんの店、マーゴだっけ？ああ、飲食店だと言っていたな。んじゃ、まずはそこか。案外でかい街だぜ。人多いな。ねえ、ルナ・フレーナ様のドレス展示続けてるらしいよ。え、ビビアンの婚礼用の？でもあれ追悼のためって。今度は無事だったってお祝いなんだって。展示延長してるから見に行っとこうよ。ドレスって前に新聞で見たやつかな。そうだろう、店の名前が同じだ。見に行かない？式は中止のまんまだからな。新郎には複雑なとこだろうが。でもほら、二度とやらないってわけじゃないんだし。そうだな、歩きながら探してみるか。泊まれる場所はずっと。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧ください。Yes, we are going to do it. いらっしゃいくださいね。今日はがっつり食うぞ。いらっしゃいませ。かっこいいよな、あの腕。つけたいかって言われたらあれだけど。でも俺もそう思った。よくわかんないけど高性能らしいし。帝国製って渋いよな。次どこ行く？俺さ、今の…はい、どうぞ。
ゴンドラに乗って景色でも見ない？なんか教会をじっと見つめてたけどさ、妹さんが結婚式あげる予定だった場所だもんね。でも将軍は襲撃のこと知ってたでしょ？なんで証言の？知ってて言わなかったのから。ありがとうございました。この近くにいい場所があるんだ。記念撮影しようよ。おお。じゃあ行ってみるか。うん、行こう。ビビアンってこっちでいいの？うん、官邸がある通りだってさ。こっちで合っているようだな。アラネアって不思議な人だったね。帝国軍人らしからぬ女性だったな。What the hell? He wants to jump in the fucking water?物足りなくなったらまたおいで。あ、俺アラネアに会ってちょっとびっくりした。格好？ああ、まあそれもね。っていうか帝国人ってみんな冷たいやつばっかって思ってて。彼女は少し違ったな。そういう人はさ、王都の襲撃どう思ったんだろう。さあな、どこに泊まろうか。楽しい楽しいゴンドラだ。ちょっと乗ってみるかい？この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。ノクト、あれを見てくれ。なんだ？
I don't really care for it. ドレス、さすが盛況だな。真っ先に見ておいてよかった。待ち望んでるんだね。王子にも存在感が出てよかったな。やっぱり人いる。あのドレスか。見事だな。みんな楽しそうだ。顔がなんかこう幸せそうでさ。ああ。ルナフレーナ様、ご無事でよかったね。こりゃ、もう一回しっかり平和の象徴にならねえとな。面倒はさっさと済ませて、式のあたりからやり直そうぜ。それがいい。考えとく、ちゃんと。買い物しなきゃ。今日はがっつり食うぞ。こいつもうまそうだな。飲んできてもいいぞ。後でマーゴにでも行くか。I'm gonna go around.あれを見てみるのはどうだ、ノクト。どうした？何味なんだろう。グン、やめるかもって本当かな。彼女がだいぶ気になっているんだな。どっちなんだよ。え、何が？シドニーと。どっちって。ちょっと待って。案外真剣に悩むんだな。No way down here.
未だに帝国は魔導兵を生産している。言ってたね。何のためなんだろう。How do I get over here? I wish there was not running in front of me, man. グラディオがいなかった間、ちょっと困ってたことあったよ。おう、なんだ。火起こしがなかなか思い通りいかなかった。魔法でも使ったらよかったんじゃねえか。あれだと強すぎて話になんねえし。ふん、今度教えてやるよ。俺がずっといるとは限らねえからな。The hell do we get over there? I want to know.Skip the ride and go to my destination. Yeah, pretty much.何食べる？それじゃまた会おう。そろそろ山に入ろう。どうも、どこまで行くかい？風が気持ちいいね。そうだな。The hell I'm supposed to get off this thing and get on top of that?どうも、帰り道もよろしくね。ようこそご一行様。さっき城から連絡があったよ。私はウィスカム・アル。Oh shit, it's a black dude in the game. Boy, when he struck it. When he struck it rich. I gotta share this.
Holy shit, I ain't never thought we would see this. First black guy in the game.初めての来訪だろ。この町はどうだ。聞きたいことがあれば答えるよ。ここって帝国の属国なんだよな。ははそこまで警戒することはないよ。ただこの国は自治が認められてるだけだからな。帝国の人間もしょっちゅう出入りしてる。心得ておこう。確かに立場としては微妙だよ。何かするにも 帝国の許可がいるはずだ。生きていた神奈木が町で演説するというし、政府は帝国をどうごまかしているやら。帝国軍はよく来るのか。町にも店にも市民にとっちゃ彼らの戦術はレイブス将軍。 ルシスで巨神襲撃の騒ぎがあっただろう。帝国は世界を征服。水神に変わった様子はねえか。港は穏やかなもんだよ。でも近く政府は死んで儀式のためにか。ところが一方で水神が暴れて町に被害が。 神奈木が演説するって。らしいね。ラジオでも連日流れてる。ルナフレーナ様はどこに。町にはいらっしゃるだろうけど、新聞や雑誌も所在には触れない。帝国の上層部が苦い顔して。まあ何かあれば。このあ、ありがとな。いらっしゃい。久々だな。有名人が来てるって聞いてね。 へえ。お疲れのところ失礼するわ。私はカメリア・クラウストラ。ノクト、彼女はアコルドの首相だ。アコルド政府は今カンナギを保護しているんだけれど、帝国が身柄を引き渡せとうるさくてね。へえ。でもうちもタダで動くつもりはない。どう？ 取引をしない？ルシスの王様。答えは官邸で聞くわ。邪魔したわね。わかりづらいだろう。だがそうなんですか。何にせよ船旅の疲れがあるだろう。町には宿もある。まず休んだらどうかな。そうするわ。 それじゃ、また会おう。 おい、これ見てみろ。どうした？ケンティアの。この先の厳しい戦いに備え、時を戻すことを望むなら、叶えましょう。Okay, all this is good and everything, but you need to let people know when you're gonna show the fuck up.